今日はね、前回ねちょっと練習風景だけ出しましたけど、改めてレイアップさん、遊び来ました。はい、今日はねセントアンドリュースを回ってみたいということでね、ちょっと外は天気も悪いんで早速遊び行ってみたいと思います。で、一回超辛くやってみたんですよ超辛くツアーモードツアーモードで、風はどうしようかな、強風ぐらい、強風ぐらい先端のリュースは逆にすごい、いい、あ、そうですね、ゆるくランドするコースを選んでください。どういう遊び方ができるっていうんですかね、天気もしかも悪いし、そう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 、だから大雨とか雪の日に来ていただいて、いいですよ、みんなで回るっていうのが、今日は本当は林道部でオフ車で林道走り行こうって言ってたんですよ、そんなことやってるんですか。そうなんですよね、まあ4人、5人くらいですけどね。アウトイン、どっちかに、どっちか先週回ったのってどっち。じゃあ、インにしましょう。はい、一応強風にしてあります。はい、で、T が、T 低めでお願いします。40なんで、そこそこ低いんですけど。そうですね、まあ、途中で変えれるんで。あ、じゃあ今ので大丈夫です。で、OK を 3.5 メートルぐらい、3.5 メートル、はい、前の4.5、楽しいラウンドをしてください。で、この正面だけ見ちゃうとわからないんで、はい、一応しっかり見ながら、はい、で、この赤点までがこの距離になって、赤点までがその距離ということですね。なぜか220じゃなくて219の合わせの。本当だ、これ意味がよくわからないんですけど。ここね、こういう感じで、ね、流れてる、横に青線で流れてるのが、あれ風向きですね。で、もう3メートル以上はかなり影響してきます、ね、はい、じゃあ早速この青字を引いてください、残り。あ、はい、例えば10だったらもう15番完璧に。はい、すみません、いらっしゃいませ。いきます。じゃあ早速セントアンドリュース、インコース。さあ、どれだけドライバーで、左側から来てるか。今、右が広いからね、まあ、最初これでいこう。打ち上げてる。1番プレイヤーがパッティングする番です。チャンス。私は左に向かっていました。レベルを見てください。右に向かっ。
パー。パー。おー、パー取った。セントアンドリュースパー取ったよ。1番プレイヤーの番です。こちらは175ヤード距離のパー3です。風を考慮し、準備できたらショットしましょう。7番ウッドぐらい。これあれだな。アゲンストだね。バンカーはやめて。バンカーだよ。バンク1番プレイヤーの番です。カップ手前は上り傾斜です。バンカーだって。お、すげえ登ってる。セントアンドリュース難しい。1番プレイヤーがパッティングする番です。左に3カップ見ました。上りを見てパットしてください。左に見た。ちょっと何かな。1番プレイヤーがパッティングする番です。左に4カップ見ました。上りを考慮してください。ちょっと同じぐらい打っていいかな。ああ、これはパターがダブルボギー、ダブルッパー。いや、これは難しかった。1番プレイヤーの番です。こちらのホールは345ヤード距離のパー4です。風が左からなので右に曲がると思います。風が左から。バンカーにご注意ください。これかな。よしよし、嫌なバンカー入れたぞ。え、次は148の。
よし、うわ転がる転がる、マジでマジで。ナイスオン。1番プレイヤーがパッティングする番です。バーディーチャンス。右に約1メートルと読みます。下りを見てください。右約1メートルくらい、難しい、なんだこれ。このくらいで決めた。登って下る、最悪。まだ難しいよ、分かんないもん。1番プレイヤーがパッティングする番です。旗難しい。左側に4カップ見ました。左側に4カップ、ちょっと早め。これはしょうがない。いやもう、一番プレイヤーの番です。こちらは421ヤード距離のパー4です。風の方向を確認しショットしましょう。上げてる。ちょっと左、あのバンカーに打ち込む感じの距離感かな。難しい。ラフ、一番プレイヤーの番です。1番プレイヤーがパッティングする番です。右側に4カップ見ました。右側に4カップ、そして上り、いいね。レディボギー。あ、いいでしょう。ボギーなり。結構頑張ってるね。こう。1番プレイヤーの番です。
こちらのホールは513ヤード距離のパー5です。左からの風なので右側に曲がることがあります。よし、こんくらいかな。次フェアウェイ、一番プレイヤーの番です。バンカーにご注意ください。バンカーに注意、まっすぐ行ったらバンカー目だけど、もうそれでいいような気がする。あ、ちょっとあれか、つま先上がってる。あ、やめて、バンカーはやめて。ラフ。1番プレイヤーの番です。距離が29。フェアウェイ、一番プレイヤーの番です。カップ手前はつま先上がりのライです。オッケーパーにつけたよ。まあ、実際にボギーぐらいだろうね。面白いね。一番プレイヤーの番です。こちらのホールは436ヤード距離のパー4です。左からの風なので右に曲がると思います。曲がると思います。何かある。ちょっと左を向きます。よし、こんくらい見ていい。ここに見てます。あそこに狙って打つ感じだね。おう、フェアウェイ、一番プレイヤーの番です。上に当たった。方向より左側に打ってるよ。
ェアウェイ。一番プレイヤーの番です。8ヤード距離のパー4です。風が左からなので右側に曲がることがあります。よし、打ち上げてんのか。いやー難しいねこれね。やっぱだいぶ右に行くんだ。ラフ。一番プレイヤーの番です。一番強い。何それ。うーわマジ。一番プレイヤーがパッティングする番です。左側に4パック見ました。上りを見てパットしてください。38ヤード距離のパー4です。左からの風なので右に曲がると思います。左からの風なので右に曲がるんだね。まあこれこのくらいで打っていい
くよ。いやーここ見たことある。ああこれ見たことある。この8ホール目そうか、上がりの最終ホールの手前だもんな。見たことあるよ。おーすごい、自分で打って気づいた今。ほぼ真横からのはずだから、ちょっと左、これくらい左打っていますかな。でも3番打ってね、これも5番だから。よし、あれフリーズしてる。いや今のうまく打ったのよ。もう一球か。絶対一球目の方が良かったよ。フェアウェイ、一番プレイヤーの番です。一番プレイヤに上がった。フェアウェイ、一番プレイヤーの番です。カップ手前は上り傾斜です。左に4カップ。
ちょっと登ってる。ああ外れた。大きかった全然。マジで。これがわかんないんだよな。一番プレイヤーがパッティングする番です。私は右で4カップいました。その辺で。ああ、ボギーになっちゃった。ああ、でも回った。ダウンが終わりました。もう47。立派立派。ちゃんとパーも取りました最初に。でもやっぱ予選難しい。ちょっと難しいモードですかね。いやいや、あの実力以上です。でもなんか海外行ってイギリスでセントアンドリュースでなんか47で回ってきたと思えばなんかね、すごいすごいことですよね。っていうかまああの一箇所二箇所ちょっとえげつないラフに入ってたんで、もうちょっと絶対無理ですけどね。それでは、富士山。はい、今日はね、あのセントアンドリュースを回っていました。でこの後ね、もう一個ね、また川のね、またハーフちょっと回ってみようと思います。以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。